ジエリチャンネル。こんにちは、発信型メイクアップアーティストのカジエリです。はい、最近もう急に寒くなってきて、洋服もニットとかね、ボリュームがあるものが多くなってきたり、落ち着いた色味のものを取り入れることが多くなってきたということで、私の動画の中でも人気のあるアイメイクハウトゥーを今回ご紹介していければなと思っております。片方はベーシックにお仕事メイクにも使えるようなアイメイクを紹介して、もう片方はマンネリ感を打破してくれるような冬でも簡単にできるカラーメイクをご紹介していきたいと思ってます。まあ、秋冬は特に洋服とかも深めなカラーが多くてちょっと重たい印象になりがちなので、そういう方は冬でもできるカラーメイクを参考にしていただければなと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは動画スタート。はい、では今日はアイメイクのご紹介なので、ベースメイクが仕上がった状態から始めていきます。ちなみに今日使ってるベースメイクはこちらのエナモルのライトフィットシリーズ、ライトフィットモイスチャーベースとライトフィットハーフグロクションファンデーション1番のライトです。はい、でチークとリップも同じにしようと思ってて、どっちのメイクもチークがオサジのニュアンスフェイスカラー9番、はい、こちらです。かなり小さめのサイズ感なんですが、持ち運びがしやすくてよく使います。であと何のメイクにも結構合いやすいしね。そしてリップがこちら、最近すごくお気に入りの資生堂のリップでございます。資生堂テクノサテンジェルリップスティック405番です。深みのあるカラーではあるんですが、ここちゃんと顔色を明るく見せてくれる、ちょっとブラウン寄りの赤って感じですごく可愛いです。で、唇にピタッと密着して保湿感もありながらちゃんとムラなくついてくれるところが最近すごくお気に入りで使ってます。はい、そしたらこっちの目元はベーシックなオフィスメイクだったりとか毎日メイクに使えるブラウン系のメイクをしていきたいなと思っています。早速眉毛から描いていくんですが、眉毛はこちらビセリシェのアイブロウパウダー BR2 番、これね最近よく使います、出番多いです。2番の方がちょっとこう暗めな印象ではあるんですけど、最近ねちょっとずつ眉毛を生やしてるっていうこともあって、この色の方が使いやすいです。はい、ではこちら仕上げていきますね。まあ、こっちの眉毛はお仕事などをする時の眉メイクでちょっとやっていきます。最近ねキリッとした眉毛を描くことが多くて、ちょっと濃いめな色を使って若干長めに、そして眉尻キリッとみたいな眉毛にすることが多いです。はい、今眉中から描いていってるんですが、眉中から眉尻ないところにちょっとささっと塗っていって、上の輪郭ラインはちょっと直線的を意識して、でも眉山から眉尻にかけては少し丸みを出すような感じで眉メイクをしています。こんな感じですね。眉尻に向かってちょっとこう丸くシャキンとしていくようなイメージです。そして今眉頭全く触ってないんですが、この明るい色を使ってこの付属の平筆で横にサササササッとなじませていきます。このね眉毛のここの骨のカーブに合わせてこの明るいカラーをゆっくりこういうちょっと意識しながら、ここのカーブ意識しながら薄く足していくと、すごくね鼻筋が綺麗に見えたりとか眉毛が綺麗に見えたりするので、ここのカーブねすごく重要です。ここね、ここマニアックですけどこんな感じでどうでしょうか。そしたらちょっと眉毛を整えていくために、このビセのアイブロウペンシルダークブラウンですね、 BR305 番を使ってちょっと一本一本描き足すように、この下の輪郭ラインとかを整えていきます。すごく軽いタッチで一本一本生やしていくように描いていきます。どうでしょうか、すごく綺麗な眉毛に仕上がってきました。そして眉毛、眉マスカラではなくてアイブロウリフト、こちらもビセのアイテムなんですけど、はい、クリアなタイプでちょっと眉毛を立体的に見せていくため、こんな感じで上に毛羽立たせていきます。なかなかね私の眉毛はよく寝ちゃうんですけど、このブローリフトは
すごい、ね、眉毛が自然に立ってくれるので、こうかっこよく見せたい時とか仕事の時とか、こうキリッとさせたい時とかによく使います。はい、目元、じゃあ次ベーシックなブラウン系のアイメイクしていきたいので、今回はエナモルのニュアンスカラーアイズの1番オルナットブラウンを使用していきます。これかなりね年季が入ってて、もう底見えしちゃっているんですけども、めちゃくちゃベーシックに使えて、もう私はこのアイテムだと失敗知らずというか、ここぞという時に安心して盛れる安心安全のパートナーみたいな感じで使ってます。では最初にこちらのベースカラー、ちょっとベージュ系の色味ですね、こちらを使っていきます。これは目元全体に入れていくんですが、ブラシ、これエナモルの3番のブラシなんですけど、ブラシを寝かせて面を使って優しくワイパーのように横に揺らしながらつけていきます。これもう本当に触れてるぐらいのタッチです。下まぶたも塗っていきます。ちょっとね、風邪気味で若干声が低い、なんか枯れてるみたいな感じに聞こえるかも。そしたら続いて5番のブラシでこちらのオレンジブラウンをつけていきます。手の甲でポンポンってなじませて目尻から塗っていきます。もうね、特に本当にグラデーションしようと思わなくても勝手にグラデーションになるんで、のせるだけでテクニックいらずでメイクできます。こんな感じですね。そしたら指でこちらのダークブラウンを取りまして、黒目の中心のところ、本当に触れる程度にちょん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 と、こんな感じでね、のせていきます。この締め色を指で際に優しく塗るだけで自然と目が大きく見えてくれるので、このアイテムのおすすめポイントですね。下まぶたはこういう細いブラシ使っていくといいです。こちらは6番のブラシです。この目尻の三角ゾーンとか、この辺を優しくサササッとちゃんと手の甲でなじませた後につけていきます。目尻をこんな感じでちょっとアイシャドウでアイラインのガイドラインみたいな感じで描いていくと綺麗にできます。そしてシピシピのこのポイントコンシーラーですね。これは私にとってなくてはならない存在になりつつあるんですが、これで下まぶたの目頭あたりを明るくしていきます。このちょうどいい硬さが最高ですよね。でこちらの底見えしているハイライトカラーですね、イエロー系のアイボリーカラーなんですけど、これがめちゃくちゃくすみを飛ばしてくれるので、これを目頭に入れていきます。なんかポン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 ってのせるだけでもすごく綺麗です。めちゃくちゃ綺麗ですよね。もうこれベーシックなアイメイクって感じです、いつもので。アイラインはですね、私の大好きなリリーフルールカラーミーツアイライナーの3番、コットンベージュっていうカラーだったかな、ベージュ系のアイライナーです。これめちゃくちゃ描きやすいです。これをさーっと、抜け感は出せるのにちゃんと引き締めてくれるっていう不思議なアイライナーですね。もっと人気が出てほしいと勝手に思っているアイライナーです。はい、こんな感じですね。そしたら最後にマスカラ。マスカラは11月1日に全国発売が開始になったばかりの3650のマスカラを使っていきます。3650のマスカラは全部で8種類あるんですが、カラバリもすごく豊富だし使いやすいです。でそれだけじゃなくて、使用する色味などによってブラシの形状が違ってるのも特徴です。まずロングブラック、こちらはおなじみの大定番カラーなんですが、ブラシがちょっとカーブになっているのが特徴です。そしてボリュームブラック、こちらはロングに比べるとブラシの形状がストレートになっていて、まつげをキャッチしてくれるような設計になってます。こんな感じでそれぞれの色味や特徴に合わせてブラシの形が変わってるんですよ。そしてブラウン、バーガンディ、コッパーなどのカラバリがあります。今紹介したのがお湯落ちタイプです。でここからはウォータープルーフのブラック、ブラウン、そして最後がブラックよりナチュラルな仕上がりになるクリアブラックです。このクリアブラックもウォータープルーフタイプです。で今回ベーシックなアイメイクの方にはこちらのクリアブラックを使用していきます。コームの形状こんな感じです。このね、カーブがギュインってなってるのもすごく使いやすいです。でカーブの外側はコームっぽくなってて、内側のこの
ポコポコポコってなってる方は束感を作りやすいコームになってます。なので私はまずこっちのギザギザになってる方のコームから使っていきます。こう繊細に一本一本キャッチしてくれる感じで、すごくナチュラルで本当に地まつげが伸びたみたいな感じの仕上がりになるから、このクリアブラックめっちゃ好きです。なんかマスカラ塗りましたって感じの仕上がりじゃないところも繊細で好きですね。はい、こんな感じでマスカラ塗ったら、はい、めっちゃ綺麗なの分かりますか？繊細で、このポコポコの方ですね、束感が作れる方、こちらでコーミングしていきます。ピントが合ってるか心配めちゃくちゃ塗りやすいんですよ。全然ダマにならなくって、この目の形にフィットする感じがすごいいい。で、あとこれ個人的な感想なんですけど、このパケカナが結構重量あるんですよ。他のブランドさんよりもちょっとこう重ためというか、それが逆に私はすごく良くて、なんか安定しますね。軽いものってちょっと安定しにくいんですけど、このキャップも若干重量があるから逆に安定して使いやすいっていう、それはすごい他と違うところな気がする。どうでしょう、めちゃくちゃ綺麗です。見て、こっちの目と比べてさ、目の大きさ全然違うねんけどって感じ錯覚がすごい、はい、下まつげもしていきます。はい、仕上がりこんな感じです。まつげが一本一本こうやって繊細に主張してくれるから、こう目は大きくなるんですけど、ちゃんと抜け感もあってトレンド感のあるような仕上がりになってるかと思います。こちらのアイメイクは本当に平日のお仕事メイクや休日のデート、お友達とのご飯なんかにも使える定番メイクかなと思います。引きで見るとこんな感じです。そしたら反対側は冬でも使えるカラーメイクをしていきます。こっち側の眉毛はこちらのケイトのデザイニングアイブロウ 3D デュアルカラーの EX5 番、ちょっとパープル味が入ったようなこちらのカラーを使っていきます。ブラシはエナモルの7番のブラシです。この7番のブラシは馬毛なので柔らかくふわっと発色します。こちらのカラーとこの紫っぽいカラー、ちょっと混ぜながら使っていきます。トン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 みたいな感じで、で手の甲でなじませます。なじませた後描いていきます。まずは眉中から45度の角度で当てて差し込むような感じで、そして地肌にふわふわっと当たるように描いていくんですが、今回はちょっと柔らかい雰囲気を出していきたいので、ちょっとこうカーブを描くような感じで、眉の上の輪郭ライン、ここの輪郭ラインを優しくちょっとこう丸く描いていきます。肌あたりを優しくさせるのがポイント。こんな感じです。でそのまま眉尻描いていきます。ふわ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 っと、わかります？このちょっと産毛っぽい感じというか、優しそうな雰囲気が出てるかと思います。この眉尻のところはこちらのダークブラウンとこのパープルを混ぜて、こんな感じ混ぜてトントン取って、手の甲でなじませてから眉尻を描いていきます。こんな感じ、優しいタッチで、この毛質自体もふわふわって優しい肌あたりだから、こんな感じの若干薄くつくというか、そういう眉毛になります。で中をサササッと埋めていくようにちょっとなじませて、で明るい色、こちらとこのピンクっぽい色、これとこれを取ります。で手の甲でなじませて、このまま眉頭のところにちょっと寝かせてぐらいでいいかもしれない。寝かせながらこうやってブラシを0度寝かしながら、その先ほど言ったここの骨に沿うような感じで意識して眉毛をちょっとつなげるように描いていきます。ここのラインとつなげるように描いていきます。
これだけだと地眉毛と馴染んでない感じが若干出るので、眉マスカラ、この私の大好きなシアーズのスキニーカラーブローの3番使っていきます。ラベンダーベージュっぽいカラーです。こんな感じの眉マスカラですね。色味的にはこんな感じで、すごいニュアンスカラーで使いやすいです。うまく装置できないですね。これをちょっと眉毛が黒いなと思う部分に塗っていきます。ミルキーなラベンダーベージュで眉毛に馴染みやすいから結構これ好きです。このアイテムたち、はい、こんな感じです。めっちゃ綺麗じゃない？全然こうふわふわ感が若干出てるかなと思います。こっちの眉毛に比べてやっぱ直線的と曲線的でちょっと若干パープルっぽさもあるから、ミステリアスな印象だったりちょっと妖艶な雰囲気も出るので、こんな感じでマイメイクしていきます。アイシャドウは最近限定発売されたこちらのエナモルのニュアンスカラーアイズのウォームピンク、若干使用感あるので色違って見えるかもしれないんですけど、こんな感じです。これもすごい大人気でめちゃくちゃ嬉しいんですけども、温かみのあるピンクブラウンという感じで非常に使いやすいアイテムになってます。まずベースカラー、ローズシャンパンベージュ、こちらを使っていきます。こちらはね、華やかにも見せれるし色っぽくも見せれるカラーになってて、シャンパンベージュにローズパールだったりとかを含んだカラーになってます。こちらを全体に優しくのせていって、先ほどちょっとこうアイホールに丸く入れたので、今回はちょっと切れ長っぽく見せていきたいなと思います。あんまり広範囲に入れるのではなく、ちょっと狭めにこの辺まで入れていきます。はい、色味こんな感じです。そして下まぶたいきます。下まぶたも先ほどは目尻中心だったんですけど、今回下まぶたにがっつり入れます。塗り入れました。もう今ちょっと囲んだような感じになってますね。そして同じブラシ、こちらの3番のブラシなんですけど、同じブラシでこちらのニュアンスアクセントカラーコーラルローズを入れていきます。このコーラルローズはコーラルとローズを掛け合わせた色味で、パーソナルカラー問わず使えるアイテムになってます。トン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 と手の甲でね、パレットみたいな感じで粉をちょっと調節して使います。先ほどの半分の位置ぐらいに重ねてつけていきます。ほんのり色が変わっていくのが分かりますでしょうか。コーラルローズってあんまりねないですよね。本当に絶妙なブラウン系のカラーなので、なんかピンクアイテムを挑戦したことがない人でも使いやすい色味にしてます。この色はちょっと目尻だけでいいかな。こんな感じでね、でこのラズベリーブラウン、ちょっとブドウっぽい感じのカラーにしてます。こちらをまた同じくちょっと手の甲とかに出しながら調節して、これは目頭側にしよっかな。目頭側にちょん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 と指で入れていきます。めっちゃ可愛くないですかこれ。あえて中央は塗らないで、目尻、目頭と目尻にだけ際に若干少し塗っていくようにします。ああ可愛い、なんと可愛いんでしょう。そして目尻、これ目頭ちょん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 ってちょっとだけで、このキラキラ、ちょっとピンクアイボリーっぽい感じのチラチラ系のラメなんですけど、これをね繊細に中央にだけ乗せていきます。ああ可愛い、ああ可愛い。そして先ほども登場したこのシピシピのポイントコンシーラーですね。これを先ほどの上に重ねるように塗っていきます。目頭ね、ここを明るくするだけで印象がねガラッと変わってくるので、こんな感じでちょっと明るくぼかすような感じです。で明るくしてからこの目頭にこのラズベリーブラウンを6番のブラシでちょん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 ってちょっと入れます。粘膜を偽造するようなイメージです。ちょっとこうクッと入ったの分かりますか。目頭に入っただけで。アイラインはキャンメイクの7番、クリーミータッチライナーの7番、これを目尻にちょっとちょっとですよ本当に、これだけスッて引くだけ。
で、この私の大好きなブレンドベリーのスパークルクリエイター3番こちらを下まぶたに引いていきます。これで粘膜を偽造していくイメージです。めちゃくちゃ薄付きなのでがっつり入れていっても大丈夫です。粘膜用に売られてるようなアイテムじゃないんですけど、粘膜にちょうどいい発色具合です。はい、目元今こんな感じに仕上がってます。で、続いてマスカラですね。マスカラは3650のこちらバーガンディを使っていきます。見て、めっちゃ可愛いんです、この色味最高。はい、こんな感じのね、ちょっと装置していくと本当にブドウっぽい感じの色味のバーガンディで、今回のアイメイクにぴったりです。めちゃくちゃ可愛い。で、このブラシもすごくつけやすくって、ほんのりカーブしてるんですよ。めちゃくちゃほんのり、わかるかな、ほんのり、あ、こここのほんのりカーブがすごくつけやすい。ではつけていきますね。ちょっとね、私マツパ終わりかけみたいな時でなんかすごいまつげがパラパラしちゃってるんですけど、まずつけていきます。カラーメイクっていうと、まあ、夏の方がやりやすいんかなって思いがちなんですけど、実は冬にカラーメイクするとめちゃくちゃ上級者に見えるし、すごく映えて可愛いんですよ。特にまつげなんかは色味の統一感とかニュアンスを出すのに本当にぴったりで、しかも他のアイテムよりはもう簡単にさささって塗るだけで印象が変わってくれるので取り入れやすいかなと思います。はい、いかがでしょうか。こんな感じの仕上がりです。めっちゃ可愛くないですか。抜け感も出てトレンド感も出て、私大好きです、この感じ。アイシャドウにもバッチリ合う。本当に抜け感とかトレンド感とか今っぽさを出したい方はこのマスカラめっちゃおすすめ。塗りやすいし、まつげがパッとなんかね、本当に綺麗に主張してくれる。本当にね、おしゃれ感が増すのでめっちゃおすすめです。特に私はやっぱり今ご紹介したこの2つが推しかなって感じですね。やっぱナチュラルメイクが私は好きなのでこの2つをよく使います。で、そう、あとこれすごいのが3650の全マスカラに美容液成分が配合されてるので、まつげの張り腰とかボリュームに悩みがある人はぜひ使ってみてほしいなって思います。私もまつげヘニャヘニャで本当に細くて張り腰がないんですけど、こんな感じでパチッと上がってくれるので、はい、ぜひぜひ使ってみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ちょっとね、前髪の感じも若干変えてみました。こちらのベーシックな定番メイクの方はちょっとね、前髪を下ろして若干巻いてみたり、はい、可愛らしいガーリーな雰囲気にしてみました。で、逆にこちらのちょっと抜け感が出せたこなれカラーメイクの時はオールバック風な感じで前髪をこうちょっとね、かき上げて、で、ヒョロヒョロって出すみたいな。で、特に前髪巻いてないです。若干束感を出してヒョロヒョロって 2,3 本ちょっと束出してみたいな感じにしてみました。こっちの雰囲気とこっちの雰囲気ではだいぶ違った印象になるかなと思います。今変えてるのは前髪と眉毛とアイメイクだけです。チークやリップ、洋服もアクセサリーも全部一緒なんですけど、全体的に雰囲気や印象が変わったりするっていうちょっと面白い動画にしてみました。アップにするとこんな感じです。目元だけでも印象が変わるので、マスクしてる人なんかもぜひ参考になれば嬉しいなと思います。ぜひぜひこの季節でもカラーメイク楽しんでみてください。それでは今日も最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が良かったよって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。ありがとうございました。